はい、皆さんこんにちは。はじめましての人ははじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンの嘘食いドラゴンと赤色の吸血鬼ということで第2回目やっていきましょう。前回ですね、このパパであるレオがね、もう寝ろってね、レオに言われたところで終わっておりました。だがエフィちゃんは寝ずに外を歩きたいということで、エフィちゃんちょっと体力が減ってるんで、まあまたね、小さな嘘に出会ってしまうとやられてしまうので、体力を回復させた状態でちょっとね、この家に寄ってみましょう。ん？いや、エフィちゃん、白い方は？寝た。わお、早い。ねえ、エフィちゃん、生まれた時のことまだ覚えてる？眩しいなって思ったら目の前で、レオが目を大きくしててね。その後は、バスタオルもらった。なるほど。じゃあなんで自分の嘘を食べるかわかる？それはわかんないや。いいね、面白い。あいつはかなりの嘘つきだから食料に困らないだろ。嘘ついたら嘘の匂いがするからわかるんだ。でもね、私がそれ嘘だってちゃんと分かって食べないとダメなの。本当食べるとまずいから。でも、レイは嘘の匂いしないし、どれが本当でどれが嘘かわからないから嫌だ。本当の部分も切り出すのね。謎が多いのね。うまい嘘は食べられない。誰かが嘘と認識すれば、それとも嘘つきが自分で？私も、お姉さんの持ってる、そのハートの食べ物は何？ん？ラズベリーの実のことかな？黄色のは甘いけれど、赤色のはちょっと酸っぱいよ。あと結構ふにゃっとしてて人に投げるとベシャーってなっちゃうね。ベタベタするし。私だったら敵の目の前に、目のところに投げて目くらましとして使うよ。食べ物じゃないの？まだ謎ばかりだね。ガゼンエフィちゃんに興味が湧いてきたわ。何もしないって。ああ、まだ少し調べ物があるんだった。君も早く帰らないともうこんな時間。でもあのお兄さん、深夜の外出はダメって言ってたよ。狼でしょ？そんなの怖くないよ。私、熊も倒したことあるから。熊？でもエフィちゃんはまだか弱い少女だからね。早く帰ってゆっくり休みなさい。エフィも強いよ。ふわぁ。ほら、おやすみ。まっすぐ帰りなよ。また明日ね。バイバイ。何かある。大嘘つきとドラゴンオーラを手に入れた。何これ。あ、こんなのもあるの、アイテムとして。ほら、早く帰らなきゃ。寄り道しちゃダメだよ。やばいな、これ夜襲われちゃうかもね。暗くなってきたな。寄り道しないで帰らなきゃ。なんか嫌な予感。うわ、怖いな。でも私は寄り道しちゃいまーす。いや、あんなアイテムがあったら、ちょっとね、攻略に影響してくるかもしれないので。まあね。まあ、ここに行くと、ね、あの方がね、レイチェルさんにね、出会っちゃうかもしれないけど、ちょっと本をね、ちらちらこう眺めていっておりますが、で今回もね、またマイクね、AT2020 でやっております。で、かなりね、音量のバランスがね、取りづらくてですね、こちらのゲームに関しては。なので、マイクのね、入力感度をかなりね、高い状態にして、マイクから離れた状態で今、録音しております。アイテムはね、どうやらなさそうですね。まあ、イベントはおそらく寝たら進む感じでしょうね。エフィちゃん、怖いね。どうする？寝たら進むか、あのお兄さんの家に行くか、どっちかだよね。お姉さん。お姉さんは、ごちゃごちゃに詰められている。お姉さんの性格。はい。じゃあ、ちょっとレオと一緒にね。よいしょ、寝よっかな。レオ。お前のベッドはあっちだ、バカ。わーい。しょうがないな。おやすみ。もう寝ようかな。やっぱり気になりますよね。やっぱり行っちゃいますよね。ここですよ。ピカピカのお皿だ。ここがキース寝てるかな。あ、寝てるって、キース。で、最初のイントロで、まあ、ヴァンパイアを、ね、
村の人がやっつけました、めでたしめでたしっていうイントロがあったと思うんですけど、これがキースとレイチェルのお父さんだったんじゃないかなと。ね、ちょっと思いますよね。キッチン。一応これキッチンっていう。いやー、このキッチンは、フェイクですよ、フェイク。フェイクキッチンですよ、フェイクキッチン。だって人間食べるんでしょ？あ、レイチェルの部屋には入れない。これは、レイチェルが化けるのかな？キースは大丈夫かもしんないね。これレイチェルだぞ、レイチェル。寝よう。ねえ、今、キャーって声が。ああ、行ってみるか。お前は後ろからついてこい。あんまり離れるなよ。怖い。ギガナイフと小さなマカロンを手に入れた。おう、これレオじゃないと取れないってこともあるのか、アイテムが。へえ。あ、お姉さんがいない。お姉さんがやられたのか。そうだよね、多分ね。狼なんて、大したことないみたいなことを言ってたもんね、あのお姉さん。やっぱレオじゃないと取れないアイテムがあるんだったら、ちょっとレオで行かないとね、まずいよね。で、まあ、何かあるとしたら、この街のすぐ外だと思うので、ちょっとね、ここで出てみましょうか。お、違うぞ。となったら、やっぱり、セーブですよね。ここでセーブです。はい、行きますよ。で、まずキースの部屋に行こうか。キース。いない。はい、じゃあ、レイチェルの部屋に行こうか。レイチェルの部屋は、鍵がかかっております。そして、やはりキッチンの、ここでしょうか。誰もいない。だとすると、図書館。これが怪しいですよね。さあ、図書館には誰もいません。どうなってんだ？となると、この家かな。おう。もう起きちゃったのね。ああ、眠い。何があったか見に行くの？あなたなら大丈夫でしょうけど、気をつけなさいよ。大きな音がしましたね。あなたたちも出歩いて大丈夫ですか？こっち。さて、どこに行けばいいんだろうね。この奥？お、道があった。ディディン。ダメだ。もう死んでる。本当？本当だ。ねえ、この人、傷がある。首のところ。本当だな。なんだ、髪跡のような。ああ、どうすっかな。羽の情報屋のとこに行くか。どうするの？あいつらに連絡をする。顔を合わせたくはないが。こういうのの処理はあいつらの仕事だからな。うわあ、これあれだよね。お姉さんだよね。せっかく仲良くなったのに、羽の情報や、このアイテム持っていけないかな？ラズベリーの実ね。え、とりあえず一回寝ないとダメかな？寝る？違うね。あ、そっか。ならお前はここに。眠くないよ、大丈夫。暗いところで一人ぼっちは怖い。姉の情報屋はこっちか。こっちの下の、この人か。何かあった？人が死んだ。殺されたんだと思う。はあ？やられたのは帽子の情報屋だ。あいつらに連絡をしたいから電話を貸してほしい。ああ、私が連絡しとくわよ。早ければ明日の早朝には来るでしょう。あなたたちは自分の寝床戻って鍵閉めておとなしくしてなさい。やけに物分かりがいいな。後で金請求するんじゃないだろうな。失礼な人ね。大事な仕事道具あなたに貸したくないだけよ。この電話の中の個人情報をこっそり抜かれたりしたらたまったもんじゃないから。そこまで信用ないかよ。あの人どうするの？あいつらが来るまであそこに置いておくしかないよな。ま、本当に殺されたんだとしたら、下手に動かしたりはしない方がいいと思うけど。あのままにするの？
仕方がない。こっちは専門じゃないんだ。専門？それにしても、あの帽子屋がやられるなんて、あの子結構強いんじゃなかった？不審な奴が背後にいたらすぐ一発入れるような奴だしな。入れられたんだっけ？初対面の時。情報がまだ少なすぎる。明日情報収集しよう。あと、ちらっと見ただけだが、首筋に髪跡のようなものがあった。じゃあ、この街にあるヴァンパイア伝説と、その伝説が本当なのかも。まだ怪しいがな。ややこしいわね。明日またゆっくりと考えましょう。そうだな。じゃあ、また。気をつけてね。おい。じゃあ、この、おともアイリューみたいな方ともお話ししましょう。そうですか。また一人。じゃあ、寝よっか。今日はね、もう怖いけど寝よう。寝れるか？わかんない。どうしても寝れなかったらこっちに来てもいい。そこまで、しょげてないじゃねえか。おやすみ。おやすみなさい。帽子の情報屋の人が、今さっき動かなくなった。さっきまでお話をしてたはずなのに。今日は寝れるかな？寝れないかもしれな。痛い！やっと起きた。もう出るぞ。早く準備しろ。眠い。もう一発食らうか？起きた。おはよう。よし、行くか。おお。物語が進みましたね。じゃあ、お、人がいっぱいいる。久しぶりだな。あ、まあ予測はしていたが、こういったことにはいつも君がいるな。子供？おい、言っておくか、俺の子供じゃ。隊長、こちらの処理は。お、よう。また貴様か。この件犯人は貴様ではないだろうな。しかもその子供、ドラゴンではないか。詐欺だけではなく、誘拐まで行っているとは。ドラゴン？こいつは卵から帰った。卵は俺のベッドの下に突然現れたんだよ。それに詐欺の件だって証拠を出せよ、証拠。まさか証拠もなしに俺を詐欺師呼ばわりするのか？少し落ち着け、ブレッド。しかし、ギョイ。うむ、確かにその子供はドラゴンのようだな。ドラゴン同士はすぐにわかるんじゃないのかよ。ドラゴン？ああ、しっけ。はじめまして、お嬢さん。私は、ニール・メイスフィールド。警備隊の隊長を務めている。こちらは副隊長のブレッド。そして、私も彼も君と同じドラゴンだ。私以外のドラゴンに会うの初めて。えへへ、私はエフィーナです。エフィーだよ。私たちはまだいろいろな処理が残っているのでこれで失礼する。犯人を捕らえるまではここに留まるつもりだ。もし何かあれば頼るといい。隊長、そうだと確定していなければこちらも私たちが守るべき対象だ。ああ、ありがとう。それでは。ドラゴンなんだあの人たちも。あいつらに会うのは初めてだったか。まあなるだけ接触を避けていたからな。ドラゴンについてだったらあいつらの方が詳しいと思う。そうなんだ。情報収集だな。お前は、また遊んでていい。はーい。いつもの通りあまり遠くに行ったりするんじゃないぞ。わかってる。行くか。まずあいつのところだな。はい、ということで、いっぱいね、応援が来てくれました。被害者は血のほとんどが抜かれていたらしい。首の跡は何か動物の鋭い爪の牙のようだ。だったとか。あ、こんにちは。団長はかなりのんびりとしてるわ。基本的には指示のみで戦う姿も見たことないし。謎が多い人だわ。ああ、まあドラゴンか。家の中とかは、さすがにね、いないかな。ここ、狼が出るんだってな。動物って何考えてるかよくわからないから戦いにくいんだよな。団長たちは空を飛べるからいいんですけど、僕たちはドラゴンではないので、荒い道ばかりでしたし、とほほ。まあ、団長たちがここで調査をしてるかもしれないので、ちょっと行ってみましょうか。まだ、なんか話し合いしてる感じかな？家には、でも基本的にはまあ誰もいないと思うので、まあ、本命に行くか、図書館に行くか、どっちかですよね。
まあ図書館もいないとなればここですね。本命に行きましょうか。ここなんもないね。遊びに来てるわけじゃないけど、ほとんどのことは団長と副団長がやってしまうからな。大きな問題がなければ僕たちは今日中に退散かな。さあ、いよいよ本命のとこに行きましょうか。はい、キースさん、私がお話ししましょうね。人が襲われたようですね。あれほど深夜の外出は控えるようにとお伝えしたのですが、まあこの子かな、レイチェルさんかな、無意識に襲っちゃってんのかな。よし、じゃあ羽のね、情報屋さんのとこにお話聞きに行きましょうか。おはよう、詐欺師さん。ここではレオだ。で、何か新しい情報は？そうね、昨日調べてまとめたことを話すわ。昔の話よ。とある町にヴァンパイアの一族が住んでいたわ。彼らはとても温厚な性格をしていたらしいけど、町の住人が行方不明になる事件が多発していた。でもある日、一族の屋敷から行方不明になった住人たちが見つかったわ。すでに血を吸われた状態でね。その町がここか？違うわ、元は別の町。その後その一族は処刑されたの。恐ろしいヴァンパイアとしてね。でもその時、一族の一人だけが処刑を逃れてその町からひっそりと逃げたらしいの。そしてこの町に来た。そこで普通の人間と交わったみたいね。その後交わるたび、ヴァンパイアの血は薄くなっていったようだけど、何十年も経ったある日、町でまた住人が襲われたの。その後は、分かったのはこれだけよ。この後の記録はどこにも見つからなかった。ページがこっそり破れていたわ。ああそうだ、このことが記された本、日記に書かれていた名前はジェイル・リグファイア。マジかよ。なら俺の調べた分と同じってわけか。はあ、つまりこの情報に関して一番よく知ってそうなのってあの兄弟なのよね。そうだな、行ってみるか。ちょっと、なんだよ、情報の提供料。俺がすでに知ってた情報なんだけど。何言ってんの、そんなこと最初に言いなさいよ。ほらよ、何よこれ、紅茶のクッキー。そんなの見ればわかるわよ、どういうつもりかって言ってんの。おっと、まさか情報屋のくせしてこのクッキーを知らないのか。は、そうか、まさか知らない情報屋がいるなんて驚いたな。知ってるわ、このクッキー知ってるわ。ミルクティータウンの、うん、2ヶ月に1枚しか焼かれない、うんうんうん、このクッキーを知ってるわ。ならこのクッキーの価値も知ってるよな。報酬として受け取るわ。おう、また何か新しい情報が入ったら頼むわ。ええ、よろしく。やばい、レオイケメンすぎる。お宅のお嬢様、もうちょい基本的なところから教育した方がいいと思うぜ。まあお嬢様が少々頭が弱いことは重々承知しておりますので、それに今のままの方が面白いものが見れますしね。この執事さん、なんかいい性格してんな。私は働いた分のお金さえいただければ特に文句はありません。なかなかいい性格してんなこいつ。モグ、ヴァンパイア伝説が本当なら一番怪しいのはモグ、あの兄弟だわ。こういうのは直接聞くのに限るわ。本当のこと話すかモグ、わからないけどね。このクッキー結構美味しいわね。さあ、いよいよ本命のヴァンパイア兄弟さんとお話ができるようになったみたいですね。問い詰めてあげましょう、この伝説のね、正体をね。人が襲われたようですね。あれほど深夜の外出は控えるようにとお伝えしたのですが、そのことについて少々話を伺いたいのですが。はい、でもあなたは旅人と申してましたが、実はこういうものでして。これは探偵の、ええ、身分を隠すようなことをしてしまいすみません。はい、僕でよければ協力させていただきます。ありがとうございます。それでは昨晩何をされていましたか？僕は本を読んでいていつの間にか寝てしまって、
その後人の悲鳴が聞こえて飛び起きました。そして家の鍵を閉めましたね。狼が家に入ってきたら危ないので。なるほど。それではこの町のヴァンパイア伝説について何かご存知で？いえ、僕はあまり。そのような伝説があることは父から聞いてはいましたが、昔のことですし、その一族はすでに滅んでいるのではないでしょうか。そうですか。お時間をいただきありがとうございました。いえ、それでは。嘘つくの下手だなこいつ。今はいい、次は妹の方だな。うん、まあバレバレの嘘だよね。こんにちは、少しお話をしても？いや、いや、そっか。これはエフィーじゃないとね。人の家のベッドでね、寝ようとするね。こんなの追い出されるよ、レオ。さすがに。また何かあれば協力しますよ。はい、ありがとうございます。さて、子供は扱いづらいな。そういえば来年から探偵の証明バッジのデザイン変わるんだっけな。よく変わるな。毎度そっくりに作る方の身にもなってほしいもんだ。あいつにも何か聞いてみるか。あいつはこいつかな。まあエフィーかもしれないけどね。どうかしたか？何か分かったことはあったか？調べたんだろ。ああ、彼女カロル・デレッタは見た限りではナイフに刺されて死んだ。複数箇所刺し傷があったよ。ただな、血があんまり出ていない、というより血がほとんどなかったな。ならそこの壁にべっとりとついてるのは？血にはそっくりだが、これは何かの果物の汁だな。この少し酸味のある、多分ラブベリーの実じゃないか。舐めた？そうする方が早いだろ。隊長さんよ、何でも舐めて確かめたりしようとするのはやめた方がいいと思うぜ。たとえ毒だったとしても私は。いや、もういい。狼については？狼か。まだ少ししか調べていないが見当たらないな。というよりは動物の気配を一匹も感じていない。まあいるとしても虫くらいだな。そうか、ありがとう。メモしておくか。うん、これは血じゃなかったと。刺し傷はあったが、そこからの出血はほとんどなかったな。というよりほとんどの血がどこかに消えたようだった。この果実の汁は何のために？なんか相手の目に投げたらね、追っ払えって言ってたよね。もう少し漁ってみるかな。エフィのやつも何か持ってくるだろうし。持ってくるかな。また見っけ。人が増えると嘘も増える。不思議クッキーまたもらったし、物理で殴る。おっと、エフィね、大嘘つき。わからない、ドラゴンオーラ、グオー、嘘つき。これなんか装備できたのかな。ちょっとなんか装備しないとまずいよね、さすがに。回復アイテムとかね、もし数が決まってるんだったら。いいね、エフィレベル上がったぞ。おいしい、ちっちゃいけど。何しよっかな。本読もうかな。文字を読む練習しなきゃ。ほう、じゃあエフィの装備をね、小さなクッキーから小さなマカロンね。ドラゴンオーラ、グオー、ギザナイフはあっちか、レオの武器かな。ウェポン2にドラゴンオーラつける。おーおー、いいね、守備力も上がるし。これでだいぶ嘘と戦えるようになったんじゃないでしょうかね、エフィね。でちょっと小さな嘘、ちゃんと仕事してる。嘘。ちゃんと仕事してるって誰の嘘でしょうね。おお、いいね、エフィ。これお金ってさ、何に使うのこれ。モグ、何、あなたも食べたいの？食べたいかな。でもな。いいわよ、じゃあそれなりの情報を出してくれたらね。情報？取引よ、取引。こっちが出すんだからあなたも出さなきゃ。何がいい？そうね、じゃああいつ、でかい方の弱点教えてよ。弱点？お酒に弱いよ、すぐヘナヘナになるもん。
おお、あとね、辛い食べ物もあんまり好きじゃないって言ってた。なるほど。あと嘘ばっかりつく。それは知ってるわ。つまりどうにかしてあいつを呼び出し、どうにかしてお酒と辛いものを食べさせれば勝てる。本当だ、お姉さん頭いいね。これ報酬のクッキーよ、礼を言うわ。わーい。幼い子供と同レベルだとは。勉強の量を増やさなければ。こいつ面白いな。お嬢様、続けてそんなに食べるのは。話聞いてます？さあ、この人たちの嘘を見破っていこうか。被害者は血のほとんどが抜かれていたらしい。首の跡は何か動物の鋭い牙のようなだったとか。うん、変わらないのかな。となる、これはエフィが触ったら持っていけるかな。ラブベリーの実だ。無理か。エフィに対しては団長は何か喋ってくれるかな。おや、ここは危ないぞ。遊ぶなら他のところにした方がいい。うん、あまり相手してくれないと。まあここの嘘を倒してちょっとレベル上げときましょうか。セリフは変わらないね、この辺りとはね。ここら辺の家も変わらないので、まあ、なんだ、ちょ、全然見てなかった、嘘。ほい。これはね、本当の話もあるかもしれないので、注意深くいかなきゃいけないですね。ここの調査は終わりました。いや、これは嘘でしょ。これはやっちゃっていいよ。ほい。いいね。まあね、武器、防具が揃ってきたので、レベルも上がったし、まあね、エフィもあんまりダメージ受けなくなってきましたね。お前の分ないから。それは嘘だよ。誰のついてる嘘だろうな、これで。ね、お前の分ないからって。よしよし、かなりエフィも強くなったので、ここはもし何か対戦することになっても大丈夫かな。お散歩ですか。はい。そうですか。あまり遅くまでフラフラしないようにしてくださいね。やっぱりレイチェルさん、ここですよ。ここが最大ですよ。ふわーふわー、ふわーしか言わないぞ、レイチェル。レイチェルが寝不足な理由はそういうことでしょうね。夜中出歩いたからでしょうね、きっとね。そしたらレオの元に帰ったらいいのかな。このままで、レオの元に帰ってみるか。あ、レオがいない。お、誰この人。あ、はいはい、副団長か。副団長の件。副団長何も喋ってくれない。情報がどこで手に入れたらいいかわかんないよね。また羽の情報屋さんとお話ししなきゃいけないかな。ぽいですね。もう一回じゃあ羽の情報屋さんとお話ししましょうか。ミルクティータウンってどこにあるのかしら。騙されてね、完全に。この後ろのバッグなんか入ってないかな。特に気になるものはない。ね、積んできたな。図書館ね、なんか本とか落ちてないかな。バムピュア。違うな、バンピア、バムピュア。やっぱりやめた、全然読めないや。あれ、写真少しボロボロ、男の人と女の子と男の子。裏に何か書いてある。ああ、読めない。持ってってもいいのかな。パパは手にした時点でそれは俺のものって言ってた。だから持って行っちゃおう。おう、飽きちゃった。別のとこ行こうかな。なるほど。なんか字を読む練習しないとなって言ってたじゃないですか。そういうことか。わかりにくいヒントだな。はい、じゃあね。写真を持って、この写真は、
あなたのものじゃないんでしょうか。おい、違うね。じゃあ、レイチェルさんにちょっと写真見せようか。エフィちゃん、やっほー、外で遊ばない？外はこの部屋から出ちゃダメなの。お兄ちゃんにそう言われてるから。そっか、じゃあお話しにしよう。いいよ。ずっとこの部屋から出たことないの？うん、よその人が街にいる時だけ。いない時でも私、夜のお散歩ぐらいしかしないけど。なんで？わかんない。でもお兄ちゃんは夜中によくお出かけするよ。昨日夜中ふと目が覚めた時、外に行くの見た。なんで？わかんない。ねえ、その写真何？あ、これ？図書館の本のカバーの隙間にあったの。それ、私だ。それにお兄ちゃん。え？そう言われると少し色あせてわかりにくいけど、レイチェルちゃんに似てるな。この後ろに何か書いてあるんだけど、これ読める？私の名前、お兄ちゃん。もう一人はお父さんかな？ジェイルって書いてる。文字読めるんだ、いいな。お兄ちゃん、昔の父の写真とか、もう何も残ってないって言ってたのにな。お兄さん、嘘つき？私には何も教えてくれないもの。エフィちゃんとお話しするのはとっても楽しい。誰か来てもお兄ちゃん何も喋るなって言うから。私もレオにお前は黙ってろって言われるんだ。一緒だね。そういえば、今日は外でざわざわ言ってる。何かあったの？え？知らないの？人がね、死んじゃったんだ、昨日の夜。そっか、またなんだね。ちょっと眠くなってきちゃった。またお話してくれる？いいよ。はい、ということで、ジェイルなんとかって言ってたじゃないですか。ジェイルなんとかってやつが、レオと、羽の情報屋さんが追ってる情報だったので、まあ、もちろん、ヴァンパイアの親子だっていうのはもう確定してるんですが、条件ですよね。どうなるかというね。じゃあ、あなたが嘘をついてるかどうかを私が見破って死んでましょう。そういったイベントは起こらなかったですね。となると、レオのとこに戻るか、また情報屋さんのとこに行くか。変わらないから、やっぱレオかな。レオか、隊長か副長かですよね、ここは。お、いましたね、隊長。む、君か、今は一人か。はい。そうか。あいつには何もされてないか。どうして？人とドラゴンが一緒に行動するというのは、とても珍しいことなんだよ。うむ、君はドラゴンについて、自分についてどのくらい知っている？わかんない。私のこと何もわからないや。そうか。それなら私が知っていることは君に教えてあげよう。角と羽。君は自由に出せるか？出せるけど疲れちゃうし形も少し歪だよ。まだ不安定だということだな。基本的に力を使用するなど以外には特に出す必要はないものだが、これがドラゴンだという証となる。美味しそうに食べるな。全部食べても構わないぞ。ケーキさんとこのケーキ美味しいね。ケーキのケーキ。ドラゴンにも種類はある。同じ種類のドラゴンは私の記憶ではいない。君は？私はね、嘘を食べるの。味はわかるけど嘘じゃないとお腹がいっぱいにならないの。なんでかな？それはまた特殊なドラゴンですね。ドラゴンが生まれるには何か特別な理由があるらしい。僕たちでも調べてはいるが、今で分かっていない。ドラゴンってそんなにたくさんいるの？そうだな。ケーキ隊でも十数人ほど保護している。保護？そうだな。守っている。守る？少し前にも言ったが、ドラゴンと人間が一緒に生活をすることはとても珍しい。ケーキ隊も特別な集団で人と協力してはいるが、僕は人はあまり頼りにしていない。ドラゴンの卵は、僕たちの持っている知識では高確率で人間の前に突然現れる。しかしその後は偽物や奴隷として買収されたり人から奪われたりすることが多いんだ。奴隷？偽物？人のために働かされる。大切に扱われないことで伝わるだろうか。僕も生まれた時にはすでに偽物として檻に入れられていたよ。しかし隊長に助けてもらった。
その後僕もケーキ店に入れてもらったよ。ブレッドのように見せ物や奴隷として扱われているドラゴンの救出も私たちは行っている。どうしてドラゴンを？珍しいからか。私たちはドラゴンだから明確な理由はわからないな。だから君のように一人の人を信頼し行動を共にしているドラゴンは珍しい。あいつがその信頼に値するような人間だとは僕は思わないがな。ブレッド、君が彼ティオバルト・レオンハーツを信頼しているというなら私たちは手を出すようなこともしない。ただ人間と行動や生活を共にすることで覚悟をしておいた方がいいことはある。いじめられないようにってこと？それもあるが寿命の違いだな。ドラゴンは普通に暮らしていればかなり長寿な生き物なんだ。だから君より先に彼がいなくなる確率の方が高い。私も経験したからな。だからもし君が一人ぼっちになってしまったのなら私たちのところへ来るといい。その時は彼に代わって私たちが君を守ろう。分かった。とても寂しい気持ちにさせるようなことを言ったが、それはまだだいぶ先のことだろう。それまで大切な彼といる時間を1日1分1秒と大切にするといい。うん、パパ大切にする。ねえ、さっきのテレバレレパンツみたいなのパパの本名？って呼ばれるとレオンハーツ。まさか彼は君に本名を教えていなかったのか。テオバルト・レオンハーツ、なんか痛々しい名前、ありがとう。あ、長話をしてしまったな。応援してるぞパパか。ふむ、あいつ自分を父と呼ばせてるのか。おい、僕はあいつは嫌いだ。人間があまり好きではない。しかしもし君に何かあったら僕は君の力になろう。どうした？もう少しお話ししようよ。そっか。ブレッドは先ほども話した通り、生まれたその時から見せ物として扱われていた。体中傷だらけだったから拷問も受けていたんだろうな。保護した後もなかなか私たちに心を開いてはくれなかったよ。長い時間はかかったが今ではとても頼りな存在だ。隊長さんは？私は長い時間を生きれるドラゴンで、その中で大切な人がいた。私の前の隊長だ。記憶は曖昧だが私の卵は彼女の前に現れたらしい。女性なのにとても勇敢で素晴らしい人だったよ。彼女はもうすでに寿命でこの世界からいなくなってしまったがな。しかし出会わなければよかったとは私は思っていない。出会わなければきっと警護機体に入ることもなかったし、こんな感情を持つこともできなかったからな。だから君の大切な人との時間も大事にするといい。失ってからでは間に合わんからな。うん、そうだ、これをあげよう。私はあまり食べないからな。飴だ、隊長さんありがとう。ほう、飴？チェリーキャンディ、これかな。なんとかを手に入れたみたいなのが出てこないから難しいですよね。不安なこともたくさんあるだろう。もし何かあったら私たちを頼ってくれ。お、ここにいたのかチビ。レオ、十分遊んだだろ。何かあったか？これでコウがホニャホニャで。なるほどな。この写真と後のはメモをしておくか。これがあれば大丈夫かな。何をするの？ちょっと嘘つきなお兄さんとお話をする。行くぞ。ねえレオ。なんだ？レオは私のこと好き？俺の好きなものを3つあげてみろ。お金とお酒と女。正解だ。私も女だよ。お前はガキって言うんだよ。じゃあ私のこと嫌い？嫌いだよ。バカ、嫌いだったら今のいろんなところまでお前を連れ回してるわけないだろ。そっか、嫌いの嘘だから好きってことだよね。私も好き。ま、それも嘘だけどな。どっちなの？嘘の嘘の裏の後ろの裏の嘘の裏の嘘の反対。嘘の嘘の裏、行くぞ。はい。まあなんだかんだでね、レオはね、エフィのこと好きなんでしょう。では、レオもね、パワーアップさせましょう。大嘘つき。
レオだいぶ強くなるよね、これね。これで、これでもう負けることはないんじゃないかな。はい、じゃあレオとエフィちゃんで、もうこれ、もしかしてクリアできる？深夜のこの街で起きた事件を解決したいのですが、むむ。お嬢様。さてと、一通り街の中を巡って、そして事件のあった現場をもう一回眺めて、それから何もないと。では行きましょうか。ほい。ああ、おっと失礼、もう暗くなってきたので眠気の方が。少しお話をしたいのですが、今大丈夫でしょうか？ああ、はい、少し頭が回らないかもしれませんが、探偵さんの頼みですから。探偵？レオはさ、うん、よかった。それではお昼に教えていただいたことをもう一度確認させてください。それと悲鳴が聞こえてから外出はされたかも教えていただければ。昨晩本を読んでいて、いつの間にか寝てしまって、悲鳴が聞こえてからは、人の悲鳴が聞こえて飛び起きました。そして、家の鍵を閉めましたね。外には一度も出ていません。狼が家に入ってきたら危ないので。嘘を吐かれましたね。説明はこの処理の後にしてもらいますよ。嘘の匂いはするけど、私わかんない。困ったらメモを見て自分が聞いたことを思い出せ。リュウは答え分かってるのに、なんでいつも教えてくれないの？そうしないとお前はいつまで経ってもバカのまんまだぞ。分かった、頑張る。はい。ということでメモを見て思い出せということですが、あれ、メモが見れない。いつの間にか寝ていて、嘘、本当。これいつの間にか寝ていたのはでも本当でしょう。これは一度も出てない。これはね、嘘でしょ。うん。あ、この嘘強いぞ。やばいね。HP200 もあるぞ。うん。いけるか。まあ、一度も出ていないのは、まあ、確実に嘘ですからね。だって、夜中にここ訪れ、ずれた時いなかったですもんね。しかし、これ、目も見れなかったら全然、おうおう、いいね、いいね。遠吠えを習得。装備で見れるのかな？メモってないよね。レイチェルが喋れないから、喋れないのも部屋から出ないのも兄から。そう、あ、これ、あ、こういうことか。血はほとんど出てなく、出ていなく、壁などの血は果汁だった。街周辺には動物の気配はほとんどいなかったと。なるほど。大きな音がした時、キースは外出をしていた。うん。レイチェルは兄からは昔の記録は何も残っていないと教えてもらっていた。なるほど。家の鍵を閉めた。まあ、これもね、嘘だからね。だって外出してるから。うん。鍵閉めてたらね、夜間にね、この家にね、来れなかったもんね。うへえ、まずい、これは本当。え？そうなの？狼は危ない。嘘でしょ。うん。狼なんていないんだって。動物の気配はしなかったって言ってたもんだって。あ、鍵は閉めてたのか。ちょっと、あ、やばいぞ。エフィが。エフィ倒れそう。うん。おい、いいね。よし、全部なんとか、やっつけたので、エフィに、あ、硬直器18枚もあるじゃん。じゃあエフィ回復して、昨晩キースさんが外出する姿をあなたの妹さんが見ています。あなたの妹さん、おとなしい性格で喋れないと言いましたが、彼女がこの子に話してくれましたよ。なるほど。それに妹さんに喋れないようにも、外に出ないようにも言ったのはキースさんらしいですが、しかも外、
町の周辺には動物の姿は全く確認できませんでした。狼なんてのもいないんですよね。これはなぜでしょうか？危ないからですよ。外は、特によその人がいるときはね。実際に見てるでしょう、人が襲われた姿を。あんな姿を彼女には見せられないし、教えることもしたくないですから。それではヴァンパイア伝説について、こちらも知らないとおっしゃりましたが、図書館にあったヴァンパイアのことが記された日記でしょうか。そちらに記されていた名前はジェイル・リグファイア、つまりはあなたの血縁者では。そしてこちらの写真にはそのジェイルさんに加えてキースさんと妹さんの名前も裏に示されています。こちらも妹さんには昔の記録は残っていないと伝えていたそうですね。ええ、それは確かに僕の父の名前ですよ。じゃあヴァンパイア伝説は本物ですよ。確かに僕たちはヴァンパイアの一族の末裔です。それで、それよりあなたたちはこの町から早く出なくても良いのですか？は？それはどういう？今夜は夜が深いですからね。エフィ！わ、レオ！これは帽子屋のと同じ。あいつは、外に出ていくのを見てよ、ものすごい速さだった。捕まえられなかった。いや、いい。はい、声かけんとな。ケーキの方は大丈夫だろうが、羽屋の方が少し危ないかもな。うん、レオがなんか血みたいなの被ってたよ。なんだ、血を吐くことができるのか？キースは。は？鍵が壊されて。随分頑丈だな。なんだろう、慣れてる感じだね。ちょっと貸せ。え、それ私の服の襟。前が見えにくいからな。あー、服ベットベット。もう、次の街に行ったら新しいの買ってやるよ。いいよ。ケーキの隊長さんたちが、羽屋と合流できていれば一番安心できるが、他に出口があるかな。出口探しましょうか。まあ、こことか怪しいよね。こことかね。まあね、今このね、外に出るともうヴァンパイアのね、キースさんからね、来たらね、もう食料が大量にある状態ですからね。ここで、ここかな。うん、だからキースさんからしたらもう本当に今もうお腹が空いて空いてしょうがないでしょうね。レイチェル、さて出口を探してるんですが、出口らしいものがありませんね。他に出口ね。この本、こことか動かせないかな。いつも何を読んで。ヴァンパイアを殺す方法？心臓に杭を打ち込んだり、首を切り落としたりか。それ、確かキースさんが読んでいたやつだよ。どういうことだ？あいつの部屋にも何か？うん。やっぱりヴァンパイアの方は、キースじゃなくてやっぱレイチェルの方がなってんのかな、やっぱりね。本だ、しおりが挟んである。これもヴァンパイアについての本だな。ヴァンパイアは日の光に弱い。これは本当なのか。かなりのダメージを食らうようだ。でもあいつと初めて会った時はかなりの嘘吐きのようだな。俺の予感が正しければあいつの妹レイチェルは大丈夫なのか。んとね、よその人がいるときは部屋から出ちゃいけないって、ずっと出ないって言ってたよ。話が聞ければいいんだがな。まあ、レイチェルの部屋に、まあ、行って、お話を聞こう。レイチェルが、危ない姿になってなければね。ダメだよ、そんなんじゃ。レイチェルちゃんが怖がっちゃう。レイチェルちゃん、ちょっとお話しようよ。ダメだな。寝てるのか。あまり時間がないかもしれない。うわ！嘘が溢れてきてるな。抱えきれなくなってる。嘘が溢れる？
完全に嘘に疲れたら面倒なことになるぞ。溢れてる？それなら減らさなきゃ。食べなきゃ。うん。どれが嘘かな？レバー。何？レバー？嘘。わかんないよ今の。うわ、この嘘強いぞ。レバーってなんだ？ちょっとわかんなかったけど、とりあえず倒したよ。うん、嘘だったっぽいね。じゃあこれはジェブ。これも偽物か嘘か。ちょっとスキル使った方がいいかな。これレベルが上がってもね、スキルポイントとか回復してないもんね。これはボブアー。まあ、でも、あ、これは本当っぽいな。ボブはどういう意味？トリプルファイヤーを習得。片付いたか。あ、全部嘘か。ん？これは、どこがいいかな？鍵のかかってる部屋は。ねえ、レオは死んじゃったりしないよね。なんだよ、突然。レオも死んじゃったら、私ね。いいか、お前は黙って後ろをついてこい。あとは、俺が守ってやるよ。え？今の音。ごちゃごちゃの。あれは面倒だからな。避けて進むぞ。おい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 。よいしょ。あ！でもここで、おーっといっぱいいるぞ、嘘が。だ。でもここら辺でちょっと戦っていかないと、これから先もしもっとなんかすごいやつが出てくるんだったらね、倒してレベル上げていきましょう。食べきれない。え？もう食べきれないの？エフィちゃん当たりだな。うわー、なにこれ、ぐちゃぐちゃだ。うわ、なんかいっぱい転がってるよ。これは人間か？ここに情報屋さんの死体が転がってたりする？まず、お、あの本の破られたページか？我が一族は人と交わり、その血はだんだんと薄まってきた。だが、ヴァンパイアの血を濃く受け継いだ子孫がわずかなかかりつけで生まれることがある。純血ではないので力の制御も不安定であり、自分の知らないうちに人を襲うこともある。人との共存はかなり難しい。だから、この町に移り住んできた代から、ヴァンパイアの血を濃く受け継いだ子供が生まれた場合、早めに始末をする掟が作られた。私の間にも、子供が二人生まれた。そして一人がヴァンパイアの血を濃く受け継いで生まれてきた。まだその力は目覚めていないが、その日が来るのも遠くないだろう。だが、私はあの子に手をかけることができなかった。妻も二人目の子を産んだ際に命を落としてしまった。私はこれ以上何も失いたくない。明日住人の人間に相談をしてこようと思う。今日は夜が深いな。違う国、完全にヴァンパイアに目覚めたのは、もう片方は異常なし。つまり、あの兄弟の片方だけがヴァンパイア。どっちかは血を吸わないってこと？反対に、どっちかは血を吸わないと生きていけない。この町の住人や動物は全て襲われたのかもな。お、隊長の命令だ。助けに来た。え、お兄さんどこから？僕は影のドラゴンだ。障害物などは基本無視して移動することが可能だ。おい、副隊長さん。この屋敷には女の子もいるはず。なんだが、そっちはどうした？女の子？この屋敷はこの部屋を最後に訪れたが、いるのは君たち二人だけだぞ。レイチェルちゃんがいない？隊長さんは、情報屋の二人を緊急避難させて外の見回りへ行った。危険だな。おい、さっきから何をブツブツと。早く外に出してくれ。その後は情報屋のところへ行って警戒をしていてほしい。貴様の命令は、ブレッドさん今回だけお願い。しっかり捕まれ。外だ。いいか、貴様に手を貸したわけではないからな。
僕は情報屋のところへ行き、隊長が帰っているか確かめてくる。ありがとな、助かったよ。嘘と本当がごっちゃになって溢れてる。もやもやする嫌な気持ち。早く何とかしないとな。おい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 。うわぁ、やばい、変なのに当たってしまった。これはまずいな。スタンガンビリビリして大きな嘘。どうする？ちょっと逃げたいんだけど、これこれはまずいぞ。当たってしまいましたね。逃げるという選択肢がない。これはまずいぞ。エフィがなんか全体攻撃できないか。吠えて力を上げる。燃える瞳で身を守る。トリプルファイヤー。あ、これいけるぞ。トリプルファイヤー一回だけだけど頼むぞ。まさかこんなのに当たってしまうとは。エフィ頼む。お、エフィいいぞ。よし、これで。で、ちょっとあれですが、嘘をついて SP を回復して、うん。で、トリプルファイヤーは使えないから、ファイヤーを体力残ってるやつにぶち込もうか。この111のやつに。うん。まずい、エフィー。あと50しか当たんない。じゃあ、硬弱機を使って、で、トリプルファイヤーでこれいきましょう。頼むよ。こんなところでやられたくないって。ナイス、エフィ。よしよしよし。おっと、まだ一体生き残ったか。ほい。ほい。いや。これレベル上がるんじゃないか、めちゃくちゃ。おお、レオのレベルが2上がった。エフィのレベルが2上がった。いや、きつかった。いやいや、あんなの出してきたらダメだって。はい。では、セーブをしておきましょうか。おい。はい、では行きましょう。バ。まあでも、全部嘘だからね。バーとか言ってる奴らは。あ、食べきれない。とりあえず食べきれない。あの、集団のやつね。ここに当たらないように気をつけていきましょう。基本はもう全部ね、食べきれないやつばっかりだと思うので。ほんと。このザコのやつはね、多分みんな食べきれないやつだと思いますので、ここはね、無視していきましょう。よいしょ。隊長さんたちがいるところは、どこなのかな？この剣今だったら使えないかな？無理か。よっと。このねえ、まあ、可能性はあるのはもうこの路地裏に誘い込まれてるかっていうパターンですよね。ここかな、やっぱり。おっと、隊長か。これはオイルはもうほとんど体が一瞬だけはつくかな。隊長さん、死んでるの？ねえ、また死んじゃったの？おい、こいつは。やだ、やだよ、隊長さん。隊長。この感覚は、私は一応死んだな。おはよう、隊長さん。血は吸われてないか？うむ。ドラゴンの血はあまり美味ではないということか。新しい知識だ。あの、隊長さん、幽霊、お化け、ゾンビ？私は不死のドラゴン、アンデッドだ。不死？死なないんだよ、この人はな。刺されようが焼かれようが、煮られようがな。死なない？でも、今復活したばかりだから、あんまり動けないんだろう。まあ、そうだな。私を襲ったのは、あの少女だった。完全に油断をしてしまっていた。気がついたらご覧の通りだ。私を襲った後は、奥の方へ行き突然倒れた。その後にもう一人。あとは俺たちに任せておけよ。しかし、こっから俺たちの専門だからな。少し、このまま休ませてもらう。何かあればすぐに行くぞ。このまま眠るのかよ。刺されっぱなしだぞ。行くぞ、エフィ。とうとう。私、ラスボスと戦うんでしょうが、SP が全く足りない。
どうしたらいいのこれ。まあいい、行きましょう。さっきぶりでな。結局出て行かれなかったのですか。僕はちゃんと忠告しましたからね。殺されて血を吸われても文句は言いませんよ。まず聞こう。お前がヴァンパイアか。そうですよ、僕がヴァンパイアです。昨晩女性を襲ったのは僕ですよ。もう嘘を吐くのはこれくらいにしておけ。お前と初めて会ったのは朝、すでに日の昇っている時間だった。それにキッチンの奥の部屋に雑に隠されていた日記の続き、あれによれば完全にヴァンパイアの血を受け継いだのは片方だけ。嘘？嘘じゃないですよ。昨晩彼女を襲い血を吸ったのは僕だ。飲み込まれるぞ。町の住人や父を襲ったのも僕だ。全部僕がやった。レイチェルは何もやっていない。ブワー、聞かれてないことまで言うんじゃない。慣れていないらそんなにたくさん嘘を吐くもんじゃないぜ。エフィ、やだ、こんな大きくて悲しいのやだ。じゃあこのまま嘘に飲み込まれて沈んでいくのをお前は待つのか。それもやだ。お前がやらなきゃお前にしかできないことなんだよ。俺も嘘吐きだからな。もう二度と嘘なんか吐けないように食い尽くしてやれ。やる。ああ、うわぁ。おい、ちょっとこれダメでしょ。 HP3000 ってどういうこと。むちゃくちゃ強いじゃん。あ、これ多分ボスだろうね。まあこれは厳しいな。まずこのザコを倒していきたいよね。あ、ザコはまあエフィの、あ、トリプルファイルが使えない。だからレオがスキルでとりあえず、まあ、大きな嘘をついて回復させて、でまあちょっと身を守る全体これを使っとこうかな。あ、小さな嘘からのダメージはなんとかなりそうだね。まず防御を強化して、でレオがさらにどうしようね。レオはとりあえずもう体力をひたすらこう回復させる方に回るか。どうする。もう一回小さな嘘をついて、小さな嘘にしようか。ついて、でここでトリプルファイヤーを一回打っとくと。あと防御力が上がってもこれだけダメージ受けるか。でまたエフィに使ってもらいたいので、また大きな嘘を使って、でエフィは今度は攻撃力を上げましょう。遠吠えでね。あ、でもダメージそんなに受けないね。よしよしよし、これで、ここで、紅茶クッキーをレオが使い、そして、まだトリプルファイヤーをぶち込むと。まずいぞ。強い強い強い。あ、攻撃力上がったからか。なるほど。では、レオはもう一回紅茶クッキーを使って、エフィは、もう一旦攻撃力上げれるかな？やってみる？とりあえずね、二つ上げてみました、攻撃力。では、トリプルナイフね、やってみようか、嘘つきにね。で、エフィは、とりあえずアタックしようか。ほい。うお、強い。なんだ、トリプルナイフだけでいったら勝てるぞ、これ。そしたら、じゃあもうエフィはちょっとね、あれだね、耐えよう。使うのもったいないから。ひたすらトリプルナイフで、レオに頑張ってもらう。よし、これで勝てるでしょう。あとは、SP 使うのもったいないので、
一応ね、次の戦闘に備えて大きな嘘を使って、で、エフィはじっとしておこうか。うん。オッケー、これで回復したので、これでもう SP はもう全開でしょう、二人ともね。これで倒そう。ね。おい、レオ強いぞ。レオ、いいね。全部食べてあげるから。レイチェル。うわ、レイチェル。そうか。父さんはずっと秘密にしてたんだ。うわぁ。バンバイは動物の血でも少しは大丈夫なんだろうか。はは、僕にも少しは人の血が流れてるからな。レイチェル、昨日の夜人を襲ったのか？昨日の夜は、寝てた。あれ、私寝てたよね。そうかい。いや、なんでもない。きっと狼が街に入ってきてたんだ。レイチェルも気をつけないとね。お兄ちゃん？いや、ごめんね、首を絞めてしまって。ちょっと変な気分だったんだ。住民はあの一件から、みんな逃げるように出て行ってしまった。街の周りの動物も狩り尽くしてしまった。僕の血だけでは追いつかない。残りも少ない。どうすれば？人？旅人か？夜、つい居眠りをしてしまっていた。レイチェルが外に出ていた。外で見つけたのは寝てるレイチェルと人の。いつから嘘だと？まあ、探偵だと偽って話を聞いたあたりには。それにお前は嘘を吐くとき微笑むのが癖になってる。そういう癖には気をつけた方がいいぜ。ああ、あなたも今の方が自然体で素敵ですよ。まあ、疲れるからな。しかしすぐ見えるようなところに資料が置いてあったしな、お前は。そうですね、誰かに止めてほしかったのかもしれません。そんなのただのわがままだと分かっていたのに。あの掟に抵抗があり、父も僕もレイチェルに手をかけることはできませんでした。しかしこの結果を見ればあの掟は正しかったのでしょう。しっかり償わないといけませんね。この町も本当に空っぽになりますね。そういえばまた血まみれのようですが、僕の服でも良ければお貸ししましょうか。いや、あいつらが起きる前に町を出たいんでな。助けに行ったらいきなり投げられた。隊長さん倒れたし。何よ、もう怖かったし。何なのよ、しかもクッキーの話もレヴィンが言ってたけど嘘じゃないのよとか言ってたけど。どういうこと？さあ、何のことだろうな。そろそろ行くか。うわー眠い。またあの道歩いていくの？嫌なら置いていく。嫌じゃないです。うふ、お気をつけて。さようなら。ねえ、おんぶしてよ。ひ、ごめん。じゃんけんだ。じゃんけんに勝ったらいいぞ。わかった、行くぞ。じゃんけん。はい、ということでこれでゲーム終了でしょうか。いやいやいや、非常にね、短いゲームでしたが、まあ、やりごたえはね、ありましたね。まあ、嘘をね、つくことによって、なんて言うんですかね。嘘に飲まれていく世界っていうのと、嘘を吐いてまで守りたいものがある人がいるというね。まあ、これはね、でもね、ヴァンパイアのね、で、まあ、ストーリーは大体ね、大体こう予想はね、街を探索しているうちについては来てたんですけど、最後ね、やっぱこのレイチェルに対してどうすればいいのかっていうのはね、難しいところですよね。まあ、人間のことを考えるんだったら、確かにそのレイチェルのお父さんの判断っていうのは、レイチェルのお父さんというか、レイチェルのヴァンパイア一族の色濃く血が出てしまったものを処分しなくちゃいけないっていうのは、まあ分からなくもないですけど。ねえ、次どこ行くの？そうだな、歩かなくても行けるところがいいな。たくさん遊べるところがいいな。それか面白い場所。レイオ、私がね、
もっと頭が良くなったら、レオに嘘も食べてあげるね。まず文字を読めるようになってから言えよ。えへへ。なんでそんなに嬉しそうなんだ。はい。ということで、素晴らしい立ち絵とともに、今回の実況を終了させていただこうと思います。はい。まあね、レオ自身の嘘を、エフィは、まあ、見抜けてないっていうんでしょうかね。それとも、知らず知らずにレオの嘘を食べてくれてるから、レオは、そのエフィと一緒に行動できてるというか、行動したいって思ってるのかもしれないですね。嘘を吐き続けると、その嘘に飲み込まれてしまうっていうのが、まあ、この世界の、まあ、ルールみたいな感じなので、うん。はい。ではですね、終わるつもりだったんですけど、ボタンを押したらですね、なぜかですね、このデバッグルームみたいなところに飛ばされまして、こちらを選ぶとですね、音楽が流れてきました。そしてこちらを選ぶと、このようにですね、それぞれのキャラクターの、プロフィールみたいなのが出てきましたね。うん。まあね、一通りね、読んでいきましょうか。レオ、年齢23歳、身長170センチ、特技嘘、好き、金、酒、女、苦手面倒なこと、詐欺師の男性、息をするように嘘を吐く、見た目や名前は別の町へ行くたびに変える。エフィーナ、年齢2ヶ月、外見4歳、身長96センチ、能力嘘を食べる、好き、パパ、甘いもの、苦手、字を読むこと、嘘が主食のドラゴンの少女、好奇心旺盛で元気もいっぱい、頭の方はあまり良くない。キース・リグファイア、年齢18歳、身長167センチ、特技、料理、掃除、好き、家族、苦手、ホラー映画、赤色の街に住む青年、妹のレイチェルとつつましく暮らしている、外の世界に少し憧れを抱いている。レイチェル・リグファイア、年齢9歳、身長134センチ、特技、走ること、好き、家族のぬいぐるみ、おしゃべり、苦手、雷、怖い人、赤色の街に住む少女、吸血鬼の一族の末裔で、その先祖帰り、おしゃべりが大好き。カロル・デレッタ、年齢26歳、身長161センチ、特技、格闘、好き、可愛いもの、ラブベリーの実、苦手、キモい虫、情報屋の帽子をかぶった女性、好物は可愛い子やラブベリーの実、怪しい奴と虫は見つけたらとりあえず一発入れる。ロザリー・ローゼマリー、年齢19歳、身長158センチ、特技、ピアノ、好き、面白いこと、苦手、勉強、情報屋の羽が生えた女性、名の知れた財閥の娘だが、後を継ぎたくないのでレビンを連れて家出中。レビン・ブルーム、年齢28歳、身長172センチ、特技、歌、好き、仕事、金、苦手、時間を守らない人。ロザリーと一緒にいる執事の男性、ロザリーのことはロザリーの両親に裏で定期的に状況を報告している。振り回されっぱなし。ニール・メイスフィールド、年齢約100歳、外見30歳前後、身長198センチ、能力不死、好き、世界、人、ドラゴン、苦手、悪、不死のドラゴンの男性、警備隊の隊長を務めている、普段はのんびりとしている。ブレッド・グレイブス、年齢約17歳、外見同じくらい、身長166センチ、能力物をすり抜ける、好き、ドラゴン、読書、苦手、人、影のドラゴンの青年、警備隊の副隊長を務めている、ドラゴンには優しいが人は嫌悪する、仕事の時はちゃんと対応する。はい。おおお、何これ。あー、これムービーも見れちゃう。はい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 。あー、なるほどなるほど。なんかセーブできる、ここ。あ、セーブできるね。でこのデータでいつでもこのムービーが見れると。はい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 。これあれだね。うん。キースと会ってお話した時だね、これね。これもキースが嘘に飲み込まれていったところのムービー。いやー、これは？おお。バッドエンド。何これ、バッドエンドとかあったの、このゲーム。え？私はバッドエンドじゃなくて、いきなりゴールしたってこと？うわー、出た。レイチェル。うん。レオがやられてる。なんだこれ。情報をしっかり集めていかなかったら、そうかそうかそうか。みんなからしっかり情報を集めてきたから、
ね、嘘を見に行ってたってことだよね、多分ね。レオがね、だから助かったっていう感じだよね。なるほど。これがトゥルーエンディングなんでしょうね、きっとね。いきなり一発目からトゥルーエンディング。まあ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 。じゃあちょっと外に出てみましょうか。タイトルに戻りますか。はい、じゃあこれで多分最後だと思います。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。